これより任務を遂行する。さあ、HP 側、いきず、ひなずな、バーサス、ツピー側、ネギッチョゼニア、あれかな、水、闇、さあ、ステージがステージなだけに、保護色、ヒーヤが保護色になっている、しかし、そんなお構いなしという山からに、おっと、拾い直せない、投げるフォロー、ウサギ出して、トリトリ、ママハハ、投げる。ちょっと、一人、ママハハ、ママハハ、一切し報われる、そう、ここでミストマキノ、逃げジャンシュを置いて、一本戦死したのは、イキ、ジャンシュ、さあ、ダッキングの挙動が怪しい。さあ、ベールを引っかかる、キャッチの出口、もう一回拾えない。さあ、リリーヒット確認から拾い直すのにあまり問題はない。西石ね、ニトルム、あっという間に日本を先取したのはイキ、瞬殺。そして、対照戦ですね、カンナギさんと、デブさん、デブメイファン、デブウェイファン、なんか後合やってる、またいや、さすがにあれは違う人か。楽しませてくださいね、出撃。さあ、そして出てきたデブウェイファン、昨日のランバトで優勝した、おとといのランバトで優勝しました。そしてランバトの総合優勝もほぼ確定してしまっている。対してカンナギクラリーチがどこまで攻めていくことができるか見ていきましょう。アイクラリーチェ、ヒメイファン、壊し暴れ、落として補正切った結果的に、さあ、置き攻めは確定しない。2段目がダウンウェイ打ち、2段目当たらない。さあ、フォースを使わ、あ、そっか、すぐフォースを使えるようにゲージはどんどん吐き出しているのかもしれません。なかなかいい作戦、しかし見てからこれは勝利確定。その調子ですよ。一方選手はデブメイファン、テラキャメイ、加工派、おっと使っている。さあ、クラリーチの方が反応はやや強かった。さあ、爪は打っていない、ここで爪打った、これぐらい間も飛び越えて、ここでフォース解放。差し返す、さあ、お見合いから2ビーカウンター、勝負強いテラ王者、テラ王者デブメイファン。はい、では決定戦に移ります。 HP 側イキさんのナズナ、対する2B 側デブさんのキャメン、デブさんのメイファン。この時のナスナなんて言ってるか本当に分かりません。レッサーパンダとかコメントついてる時があったけど、見ていきましょう。決勝戦、メイズナスナ、カイナレイハン。さあ、ナスナ対策としてカイナリは有効策の一つ、と、天狼、スカス。さあ、鍛えられるか、下げざるを得ない。やっべー、ラッシュ力強え。一本選手はあっという間に、デブメイファン。さあ、またまた乗ってからエンジン全開、戦地して背面解放、と出し切った、出し切りからレインブロン、さあ 4D に持続さして、さあ、フォース取りからあっという間にフォース使わせないまま、強すぎやろ、常識、上皇。
はい、勝ったのは、デブ ご,、ごさんちゃんはデキッチョチーム。はい、では、先に3位決定戦の方を行いたいと思います。はい、僕、ひばちさんと、かんなぎさん、いちさんチーム、さきらさん、じゃんけんお願いします。